ここ出雲大社は非常に、ね、敷地が広うございまして、大きな建物がたくさん立ち並んでおります。中でもこの正面奥にご覧いただいている建物、これが神楽殿と申しまして、団体の方がご記念を受けられたり、あるいはこうしてね結婚式を挙げる、そういう意味合いで昭和56年に作られた建物でございます。ところが最近は特に観光マップのほとんどにこの大きなしめ縄、この建物が紹介されることが多くなりました関係で、初めていらした方はこれがイコール出雲大社のお社と勘違いなさる方が非常に多いんですけども、本来の場所はお隣の